春名神社は、群馬県高崎市にある神社。式内社、上野国六宮で、旧社格は、県社。赤木山、妙義山と共に、高下三山の一つとされる、春名山の神を祀る神社で、現在の主祭神は、火の神、小結びの神と土の神、埴山姫神である。水分神、弘神、闇神、大山積神、大物主神。 この花作や姫人を合わせ祭る。中世以降は万行権限と称され、元由彦子命が祭神とされていた。春名山ましには東戸の、にぎはやひそん、中殿、元由彦子命、西戸の十句魔道明と記されている。明治元年に、現在の二柱に改められた。水贅天皇の時代ににぎはやひ命の御子、神まて命不死が山中にひもろぎを立て、 天神地義を祀ったのが始まりと言われ、陽明天皇元年に祭祀の場が創建されたと伝えられる。延長5年完成の演起式神明町に上野国十二社として位置づけられている。古くから神仏集合が定着し、山中には9世紀頃の僧坊とされる岩山遺跡がある。南北朝時代頃から上野関永寺のもとに属し、高崎市中。 里見町の里見山阿弥陀院光明寺から別当が派遣されて管理がされてきた。近世は東栄山林王寺宮検体所となり、春名や舞和殿寺、万安宮と称していた。明治の神仏分離により仏教職が廃され、元の春名神社の社号に服した。2017年度から2025年度にかけて、群馬県内にある文化財の修復事業としては、 過去最大規模となる総額23億円をかけて100、数十年ぶりに大修理を行う。17年度から19年度までに国訴社、北待伝、20年度から21年度までに、総流門、21年度から25年度までに、本社、平伝、廃伝、23年度から25年度までに、神楽電伝の工事を行う予定である。当社より感情を受けた、同盟社が、 群馬県を中心として日本各地にある。ありがとうございます。